皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまから第56回全国トラックドライバーコンテストの表彰式を行います。私、本年も司会進行を務めさせていただきます、岡田千代と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では初めに、全日本トラック協会の坂本会長より開会にあたりご挨拶を申し上げます。坂本会長、よろしくお願いいたします。おはようございます。56回でございますが、ちょうど当時我々の業界が大きく3つに全国的に分かれておって、それなりの事業の展開をしておったんですな。しかし、これだけ大切な事業やと、ましてや現場のドライバーさんの恩師合わせを願ってやっていかないかんということで、対等団結をしましたのが56年前ですわ。その時から我々こそが車の社会がいよいよそれなりに増幅しておりまして、安全運転が大切だという時に、我々プロドライバー中のプロドライバー中のプロドライバーのトラックがまさに交通安全のモデル、トップリーダーとしてやっていかなきゃという国の考え、我々の思い、社会のニーズ、そういうものが合体してこのコンテストが発足して今であります。今回も全国で1226名の方が惜しくこの競技に我こそという思いで参画し、そのうち今回おとつい昨日とコンテストをおやりいただいたのは142名ということで、まさに政治の性のご協議をしていただいたところでございます。皆さんにはお疲れ様でございましたし、ありがとうございました。ご覧の通り、大変週早々ごたたん乗り曲げて、国土交通省様、鶴崎局長様ほか、警察庁様、自動車安全運転センター様にご来席を頂戴して、表彰式をしっかりと催すことができております。この競技に何くらいではなく、実家実技等々を踏まえて、ご指導を賜っておることと合わせまして、今日のご来臨に厚く御礼を申し上げるところでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ごくごくそれなりのお言葉を頂戴するわけであります。余計なことを言いますとな、皆さん普通ですよ。いろんな競技会、いろんなコンセプトありますわな。日本国中いろんな事業で、いろんな組織でありますわな、年に一遍で。普通はその時は担当の行政様、お役所様がご来席いただいて、それなりに表彰するというのはこれ普通ですわな。ねえ、今なら国土交通省様の我々はご指導のもとにそれなりの仕事をしておるわけでありますが、しかし今ご覧のとおり、警察庁様、もちろん道路交通の関係もありましょうけれども、警察庁様、さらに内閣総理大臣表彰というのがあるんですわ。こういうふたる大変に遠いでない表現かもしれませんけれどもね、内閣総理大臣表彰あるという、こういう競技はね、日本国中幾百幾千たる組織団体の中でありませんで、ありがとうございます、ありがとうございます。ことほどこの業界が人間の体で言うたら血液ですわな。なかったはなくならん、暮らしと経済をお支えしておるのは皆さん方へということですね。
が、お入れになっておるこういう催しでありますので、今言う国土交通省様表彰、警察庁長官様表彰、さらに総理大臣様表彰とこうなるわけでありまして、どうか一つその思いで我々こそだと、エッセンシャル我が家という強い高い誇りをお持ちいただけるような今日であってほしいなと思うところであります。五国それなりの表彰があるわけでありますけれども、どうか一つ、この表彰なかなかのもんでありますのでな、今日ご傍聴なされてお会社の長君がお目になられて応援なさいますが、大きな声で表彰の絵によこされたその瞬間ですね、おーちゅうどよめきを一つお願いしながら、より盛んに我々のこの表彰式が天下国家大三やということのイメージのアップになりますように、ご協力とご理解をお願いしながら私の挨拶に変えます。おめでとうございました。ありがとうございました。坂本会長からのご挨拶でございました。さて、今年も一昨日と昨日の2日間にわたり、茨城県ひたちなか市において全国の地方予選に参加した1228名の選手のうち、本大会へ出場を果たした142名の選手の方々によって、日本一のプロドライバーの座を目指して学科と実科の競技が行われました。ここで全日本トラック協会の佐竹審議役より今回のコンテストの概要についてご説明させていただきます。それではよろしくお願いいたします。それでは第56回全国トラックドライバーコンテストの概要をご説明させていただきます。皆様方、正面両サイドのスクリーンをご覧ください。資料が出ます。ご来賓の方々はお手元の封筒の中の資料をご覧ください。今大会でございますが、学科競技、実科競技2つの競技を茨城県ひたちなか市の自動車安全運転センターの中央研究所において、地方大会を勝ち抜かれました142名の選手の方々にご参加いただき、一昨日の2日間開催いたしました。両日とも天候に恵まれ、学科競技は運転法規など安全運転に必要な知識を問うペーパーテストでございまして、配点が400点、それから実科競技につきましては運転技能と車両の点検の状況を車を使って審査するもので、配点は600点となります。なお、トレーラー部門の車両につきましては、昨今の普及状況を踏まえまして、今大会から三軸のトレーラーに変更させていただいております。両競技とも選手の皆様方のご協力により、特段の支障もなく厳正にまた円滑に行われました。実科競技でございますが、交通法規40問、構造機能20問、運転常識20問の合計80問の担当式による試験により実施いたしております。実科競技につきましては、1日目でございますが、点検と運転技能、前輪タイヤの点検から始まりまして、市街地を模した簡易コース走行、続いてアイロ走行と全身でのスラローム走行による、これらの運転技能による競技を行いました。続きまして、昨日2日目になりますが、2日目は実科競技の運転技能の続きといたしまして、交通法規にのっとった市街地走行、続いて交代でのスラム走行と S 字バックでの車庫入れの競技を行ったところでございます。最後に試験の結果、成績でございますが、400点満点の実科競技につきましては、平均点が338点、最高点は395点でございます。600万点満点の実科競技につきましては、平均点が541点、最高点は599点でございます。合わせた総合得点でございますが、平均点は879点、最高点は後ほどの内閣総理大臣賞の発表の際に
点数の最高点の発表をさせていただきます。以上、今大会の概要説明を終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。佐竹審議役より今回のコンテストの概要についてご説明させていただきました。ではいよいよ入賞者の発表および表彰に移ります。最初は全日本トラック協会会長賞です。この発表および表彰は部門ごとに行います。入賞者は全日本トラック協会松橋交通対策委員長から発表いたします。お名前を呼ばれた選手は壇上にお上がりください。それでは松橋委員長、発表をお願いいたします。はい、ただいまから4トン部門の入賞者を発表します。第5位、京都府代表横井宏明選手。第4位、福岡県代表古川正弘選手。第3位、岡山県代表多田博之選手。第2位、茨城県代表高野沢明選手。そして第1位は宮城県代表中根隆選手。おめでとうございます。それではこれから全日本トラック協会会長賞として4トン部門で入賞された選手の方々に賞状と盾の授与が行われます。坂本会長から4トン部門を代表して第1位の宮城県代表中根隆さんへ賞状と盾が贈られます。はい、賞状4トン部門第1位、宮城県代表日本トラック協会者中根隆殿、あなたは第56回全国トラックドライバーコンテストにおいて優秀な成績を収められました。よって賞状を送りしてこれを表します。令和6年10月28日であります。おめでとうございました。いけます。おめでとうございました。ではご一緒に記念撮影をさせていただきます。おめでとうございます。おめでとうございました。それでは2位以下の皆さんにも賞状と盾をお渡しいたします。2位から5位の皆さん、中央にお進みください。では2位から5位の皆さん、どうぞお受け取りください。では記念撮影をいたしますのでそのままお待ちくださいませ。以上が4トン部門入賞者の方々でした。おめでとうございます。では受賞者の皆様、どうぞご講談ください。次に11トン部門の入賞者の発表です。同じくお名前を呼ばれた選手は壇上にお上がりください。それでは松橋委員長、発表をお願いいたします。はい、11トン部門の入賞者を発表します。第5位、宮崎県代表野呂拓司選手。
第4位、岡山県代表福田正彦選手。第3位、福岡県代表山本裕介選手。第2位、埼玉県代表坂本陽平選手。そして第1位、千葉県代表山野辺茂選手。それでは11トン部門で入賞された選手の方々に賞状と盾の授与が行われます。坂本会長、よろしくお願いいたします。賞状11トン部門第1位、千葉県の代表であります山野辺茂殿、いかとおめであります。おめでとうございました。記念撮影をいたします。どうぞ正面カメラマンの方をご覧ください。おめでとうございます。続いて2位以下の皆さんにも賞状と盾をお渡しいたします。2位から5位の皆さんは中央にお進みください。それでは2位から5位の皆さん、どうぞお受け取りください。写真撮影をいたしますので、そのままお待ちください。以上が11トン部門入賞者の方々でした。おめでとうございます。ではどうぞご講談ください。次にトレーラー部門入賞者の発表です。同じくお名前を呼ばれた選手は壇上にお上がりください。それでは松橋委員長、発表をお願いいたします。トレーラー部門の入賞者を発表します。第5位、香川県代表山下茂選手。第4位、群馬県代表本田圭司選手。第3位、和歌山県代表島本慎平選手。第2位、福岡県代表望月龍之介選手。そして栄えある第1位、東京都代表星野拓実選手。それではこれからトレーラー部門で入賞された選手の方々に賞状と盾の授与が行われます。坂本会長から代表して第1位の東京都代表星野拓実さんへ賞状と盾が贈られます。大丈夫、いきまして、賞状トレーラー部門第1位、東京都代表星野拓実殿、おめでとうございました。ありがとうございます。ご一緒に記念撮影をいたします。
おめでとうございます。それでは2位以下の皆さんにも賞状と盾をお渡しいたします。2位から5位の皆さんお並びください。2位から5位の皆さんどうぞお受け取りください。記念撮影をいたします。どうぞ正面をご覧ください。以上がトレーラー部門入賞の方々でした。どうぞ今一度盛大な拍手をお送りください。では皆様どうぞご講談ください。次に女性部門の入賞者の発表です。同じくお名前を呼ばれた選手は壇上にお上がりください。それでは松橋委員長発表をお願いいたします。はい、それでは女性部門の入賞者を発表します。第5位佐賀県代表瀬里翔子選手。第4位山口県代表上島美幸選手。第3位愛知県代表川端春奈選手。第2位神奈川県代表斉藤芳美選手。そして第1位岡山県代表佐々木乃々選手。それではこれから女性部門で入賞された選手の方々に賞状と盾の授与が行われます。坂本会長よろしくお願いいたします。はいはい、岩瀬賞状女性部門第1位岡山県代表佐々木のどと ええお名前おめでとうございます。いけます。記念撮影を行います。はい、いきますね。おめでとうございます。それでは2位以下の皆さんにも賞状と盾をお渡しいたします。2位から5位の皆さんお並びください。ではどうぞお受け取りください。記念撮影をいたします。以上が女性部門入賞の方々でした。今一度盛大な拍手をお送りください。では女性部門入賞の方々どうぞご講談ください。なお各部門1位の選手には副賞として海外派遣賞が贈られます。目録は各部門1位の選手のお席に置かせていただいておりますのでお受け取りください。
続きまして全日本トラック協会会長特別賞の表彰を行います。この表彰は運転経験豊富なシニア選手の中から優秀な成績を収めた方を表彰するものです。お名前を呼ばれた選手は壇上へお上がりください。まずは新長発表をお願いいたします。はい、会長特別賞の受賞者1名を発表いたします。11トン部門宮崎県代表野呂拓司選手。受賞された選手に坂本会長から賞状と盾の授与が行われます。坂本会長よろしくお願いいたします。賞状特別賞11トン部門宮崎県代表野呂拓司殿、おめでとうございました。打てます。はい、ご一緒に記念撮影をいたします。受賞おめでとうございます。どうぞご講談ください。続きまして各部門優勝者に警察庁長官から賞状とカップが贈られます。各部門の1位になられた選手の皆様は壇上にどうぞお上がりください。表彰は警察庁長官官房審議官阿部達也様からお願いいたします。はじめに4トン部門から表彰を行います。第1位の中根隆さんへの表彰です。表彰状、日本通運株式会社仙台支店国内航空貨物部仙台航空事業所カスタマーサービス課中根隆殿、あなたは公益社団法人全日本トラック協会主催第56回全国トラックドライバーコンテストにおいて4トン部門に優勝されました。よってここに優勝杯を贈り、これを賞します。令和6年10月28日警察庁長官露木康弘。ご一緒に記念撮影を行いますので正面をご覧ください。おめでとうございます。次に11トン部門第1位の山野辺茂さん、どうぞお進みください。表彰状、日通千葉貨物運送株式会社赤根浜事業所山野辺茂殿、以下同文でございます。記念撮影を行います。おめでとうございます。続いてトレーラー部門第1位の星野匠さんへ表彰状を贈られます。表彰状、日本通運株式会社東京海運支店自動車事業所星野匠殿、以下同文でございます。ありがとうございます。ご一緒に記念撮影を行います。おめでとうございます。では女性部門第1位の佐々木ののさん、中央へお進みください。表彰状、岡山水球株式会社瀬戸内物流センター、佐々木のの殿、以下同文でございます。ありがとうございます。
記念撮影を行います。おめでとうございます。では各部門1位の皆さんで写真撮影をいたしますので、どうぞ皆さんお並びください。以上が警察庁長官賞の受賞者の方々でした。今一度盛大な拍手をお送りください。では受賞者の方々、どうぞご講談ください。続きまして、国土交通大臣賞の選手表彰を行います。この賞は中小企業に所属する参加者の中で最も優秀な成績を収めた選手を表彰するものです。お名前を呼ばれた選手は壇上へお上がりください。松橋委員長、発表をお願いいたします。はい、それでは栄えある国土交通大臣賞の受賞者1名を発表いたします。4トン部門、愛知県代表、今福聡選手。表彰は国土交通省物流自動車局長の鶴田博久様から賞状とカップの授与が行われます。鶴田局長、よろしくお願いいたします。賞状、大光運輸株式会社半田支店、今福聡殿。あなたは公益社団法人全日本トラック協会主催、国土交通省講演の第56回全国トラックドライバーコンテストにおいて日頃の技量を遺憾なく発揮され、その健闘ぶりは他の模範とするところであります。よって賞状を贈り、これを賞します。令和6年10月28日国土交通大臣斉藤鉄夫。おめでとうございます。ではご一緒に記念撮影を行います。どうぞ正面をご覧ください。おめでとうございます。どうぞご講談ください。以上をもちまして選手表彰を終わります。表彰には選手表彰のほかに全日本トラック協会会長および国土交通大臣による事業所表彰がございます。全日本トラック協会会長賞はコンテストの入賞者が所属している事業所を、また国土交通大臣賞は各部門からの優勝者を送り出された事業所を表彰するもので、いずれも優秀なドライバーを育成されたご功績を称えるものです。なお各事業所名の発表は割愛させていただき、各賞の賞状および国土交通大臣賞のカップにつきましては後日各事業所へお送りさせていただきますので、ご了承くださいませ。それではいよいよ本日の表彰式のハイライト、内閣総理大臣賞の発表です。この賞は本大会に出場したすべての参加者の中で最高得点を挙げた最優秀選手に贈られる栄誉ある賞です。この日本一の栄光に輝くのは一体どなたでしょうか。それでは松橋委員長、発表をお願いいたします。はい、それでは発表します。第56回全国トラックドライバーコンテスト内閣総理大臣賞は、
総合得点990点、4トン部門第1位、宮城県代表中根隆選手です。おめでとうございます。中根さん、おめでとうございます。栄えある内閣総理大臣賞の授与を国土交通省鶴田物流自動車局長にお願いいたします。賞状、日本通運株式会社仙台支店国内交通貨物部仙台航空事業所カスタマーサービス課中根隆殿、あなたは公益社団法人全日本トラック協会主催第56回全国トラックドライバーコンテストにおいて最も優秀と認められたので、これを賞します。令和6年10月28日内閣総理大臣石破茂。おめでとうございます。ご一緒に記念撮影を行いますので、正面をどうぞご覧ください。栄えある内閣総理大臣賞の受賞、本当におめでとうございます。どうぞご講談ください。ありがとうございました。以上をもちまして、入賞者の発表並びに表彰を終わらせていただきます。ただいまステージ上の準備をいたしますので、今しばらくお待ちくださいませ。ではここでご来賓の方々からご祝辞をいただきます。はじめに国土交通省鶴田物流自動車局長よりご祝辞を頂戴いたします。鶴田局長、よろしくお願いいたします。受賞者の皆様、本当におめでとうございます。国土交通省の物流自動車局長、鶴田でございます。本日は、昨日と一昨日と2日間の激戦をくぐり抜けて、のご受賞、そして、受賞者の皆様を支えて、くださっている事業所の皆様、そしてここにもいらっしゃらないでしょうけれども、ご家族の皆様の支えがある方も多いかと思います。そのすべての方々に対して心からお祝いを申し上げます。先ほど冒頭坂本会長からお話ありましたように、ここにいらっしゃる皆様方、そして全国で今もハンドル握っておられる方々は、日本全国の暮らしと経済を支えていただいている本当に大事な存在だと思います。で、総理大臣表彰のお話も冒頭ございましたけれども、やはりそれはそういうことのその大切さの表れでもありますし、それからトラックドライバー100万人近くいるんでですね、日本の国民の100人に1人近くがこの仕事をされているんですね。で、それは今1億2000万人ですけど、そのおじいさんおばあさんとか、お子様方とか赤ちゃんとか、そういう方も、含めての1億2000万ですから、働いている人の中でいうと本当に、数十人に1人ぐらいがこの仕事をして、で日本全体の物流を支えていただいているということだと思います。もう大変大きな
人数でみんなで支えていただいていると思います。で、ここに、まあ、今日ここにいらっしゃるのは百数十名の方々ですけれども、その何十万人の中でここまで勝ち上がってこられて、そして表彰も受けられたということだと思います。まあ、山と一緒でですね、裾野が広い分だけ高みも高い、その高みをみんなで今お祝いしているということだと思います。去年も私この場に参加させていただきました。非常に去年も今年も皆さんすがすがしい顔をなさってますし、受賞者の方々の感極まったお姿を見て、私も熱いものが込み上げてくるような感じが本当にいたしました。ちょっと私記憶違いだったら申し訳ないんですけど、この中でですね、去年のこの場にいらっしゃった方も、のお顔も、この中に見えてると思います。今日、惜しくも受賞を逃した方々も、またぜひ来年以降もですね、これまで通り精進を重ねて、また高みを目指していただければと思います。皆さんが全国で今も、そして、休みの日も夜も雨の日も風の日も頑張っておられる全国の仲間の皆さん、トラックドライバーの皆さん、日本の暮らしを支えてくださっているトライバーの皆さんの模範となって、今後もご活躍いただくことをお祈りしております。そして、まあ、ここにいらっしゃる坂本会長はじめですね、全日本トラック協会というのは、皆さんのトラックドライバーの皆さんのがより良い未来を生きていけるようにということのその先頭に立って働いておられます。そして私ども国土交通省、そして他の関係省庁、警察庁も今日お見えになってますし、国の関係機関みんなで皆様はじめトラックドライバーの皆さんを応援してまいります。今後ともより良い暮らしを皆さんが送っていただける、そしてそのことでより多くの人がこの世界に入ってきていただける、そんな世界を目指して頑張ってまいりますので、ぜひ力を合わせてこれからも日々ご尽力をいただければ本当にありがたいと思っております。本日は誠におめでとうございます。どうもありがとうございました。続きまして、警察庁安倍審議官よりご祝辞を頂戴いたします。安倍審議官、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました警察庁長官官房審議官の安倍でございます。第56回全国トラックドライバーコンテストが盛大に開催されましたことにお祝いを申し上げますとともに、ご臨席の皆様方におかれましては、平素から交通警察もとより警察行政の各班にわたり深いご理解と温かいご支援を賜り、厚くお礼を申し上げます。また競技で優秀な成績を収め、本日栄えある表彰を受けられた選手事業者の皆様、誠におめでとうございます。安全安心を担うプロのドライバーとしての日頃からの努力の積み重ねが実を結んだものと心から敬意を表する次第でございます。一昨日、昨日ひたちなか市の安全運転中央研修所において行われた学科競技と実科競技においては、皆さんも大変真剣に競技に取り組まれたものと伺っております。今後もその高度な運転技能と専門知識を生かし、他のドライバーの模範となっていただくことを期待しております。さて、交通事故情勢でございますが、昨年死者数が8年ぶりに増加に転じ、本年も9月末現在で死者の数が前年比4人増加しておる状況でございます。このうち
事業用貨物自動車が第一当事者となる死亡事故につきましては前年比8件減少しておりますが、子どもが犠牲となる交通事故や飲酒運転などによる交通事故が後を絶たず、また、自動車対歩行者の事故が増加傾向にあるなど、交通事故情勢は依然として厳しい状況にございます。警察といたしましては、政府が目標とする世界一安全な道路交通の実現に向けて、子どもや高齢者をはじめとする歩行者の安全確保、自転車の交通安全教育や広報啓発活動の推進、飲酒運転をはじめとする悪質危険な交通違反の指導取り締まりといった多角的な対策を推進しているところでございます。また本年5月、自転車の交通事故対策を一層推進するため、改正道路交通法が成立し、11月からは自転車の酒気帯運転やながらスマホの罰則規定、ペダル付き原動機付き自転車の運転には免許が必要となることを明確化した規定が施行されることとなってございます。皆様方におかれましても、自転車の安全な理由のため、ご理解とご協力をお願いいたします。トラック業界の関係では、本年4月1日から高速自動車国道における大型貨物自動車などの法定速度が 90km 毎時に引き上げられております。また警察では、貨物の周配に配慮した駐車規制の見直しを行うとともに、大型免許等について AT 免許を導入するなど、交通の安全と円滑の確保を図りつつ、各種取り組みを推進しているところでございます。全日本トラック協会におかれましては、全国交通安全運動への積極的参加のほか、年末年始の正しい運転、明るい輸送運動に取り組むなど、交通安全の確保にご尽力いただいているところでございます。安全で快適な交通社会の実現に向けて、引き続きご協力を賜りますようお願いを申し上げます。結びになりますが、全日本トラック協会の一層のご判徹と、ご臨席の皆様方のますますのご健勝を記念いたしまして、私の祝辞とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。どうもありがとうございました。本日はただいまご祝辞をいただきましたお二方のほかにも、ご来賓の皆様にご出席をいただいております。改めてご来賓の皆様をご紹介させていただきます。ただいまご祝辞をいただきました、国土交通省物流自動車局長、鶴田博久様。続きましてご祝辞をいただきました、警察庁長官官房審議官、阿部達也様。続きまして自動車安全運転センター理事長、種谷良二様。国土交通省物流自動車局総務課長、大辻治様。国土交通省物流自動車局貨物流通事業課長、三輪田裕子様。自動車安全運転センター安全運転中央研修所長、原幸太郎様。以上の皆様でございます。最後になりましたが、この度のコンテストにご協力いただきました自動車メーカー、車体メーカーを改めてご披露申し上げます。日野自動車株式会社様、いすゞ自動車株式会社様、三菱ふそうトラックバス株式会社様、日本フルハーフ株式会社様、 UD トラックス株式会社様、以上でございます。以上をもちまして、第56回全国トラックドライバーコンテストの表彰式を閉会とさせていただきます。皆様ありがとうございました。